アンボワーズ城アンボワーズの陰謀とは1560年3月、プロテスタント貴族であるノーディ・リョーシジャン・デュバリーを中心とする不平貴族たちがアンボワーズ城にあった弱年のフランス国王フランソワ2世を誘拐してカトリック強硬派のギーズ家を除こうと格索した陰謀事件。陰謀は未然に露見し、容疑者として数百名以上が処刑された。 ギーズ公フランソは1559年7月、アンリ2世がイタリア戦争終結を祝う、祝賀の席の馬上やり試合で不慮の事故死を遂げ、その子息フランソワが15歳で、フランス国王フランソワ2世として即位した。若年のフランソワは病弱であり、政治的能力にも乏しかったため、フランソワの日である、スコットランド女王、メアリーの母方の親族であるギーズ家が実権を握った。 当主義イズコーズ公フランソワは別れをイングランドから脱会した英雄であり、その弟のロレーヌスーキ教はフランスカトリック教会の主張で、いずれも熱狂的なカトリック信者であった。一方のプロテスタント側はブルボン家当主のナバラ王アントワーヌを名手としてカトリック勢力に対抗していたが、彼はプロテスタント信仰の熱い妻ナバラ女王。 ジャンヌ・ダルブレに主導権を握られる頼りない人物であったと言われている。ただし、1559年には、パリで第1回全国改革派協会会議が開かれ、カルバン派が信仰過剰や教会の規則を定めて組織化を進め、この年から1565年にかけては、フランスのプロテスタント勢力にとっては、一大拡張期であった。 プロテスタントの教会は特に南フランスに多数現れ、北部はパリやルーアン、オルレアンなどの都市部を拠点として分散していた。回収者総数はおよそ200万人程度と推計され、当時の人口の10%ほどを占めたと考えられる。武人として有名なガスパールドコリニーもプロテスタント陣営に加わった。コアンリ2世の日で母妃として、 息子を貢献したメディチ家出身のカトリーヌ・ド・メディシスは、王権護持と王国統一維持のために、宮廷からイタリア式の金法実数を漏して政教区は、複雑化し、ここに王家と改革派、カトリック教皇派の三つどもへの抗争が生じた。陰謀容疑者たちの処刑。ハンガ・カルバン派による、リヨン教会の略奪。アントワーヌ・キャロット作カトリーヌ・ド・メディシス当時ギーズ公は、 幼いフランソワ2世の名のもと、実質的にフランスを支配していた。1560年3月、プロテスタント貴族ラール・ノーディ・領主ジャン・デュバリーを中心とする不平貴族たちがアンボアーズ城にあった若年のフランス国王フランソワ2世を誘拐してカトリック教皇派のギーズ公を除こうと格索した影。この陰謀はギーズ公に察知されて計画は失敗に終わった。 キーズ兄弟は、ナバラ王、アントワーヌの弟コンデコールイが黒幕であると疑い、11月、コンデコを逮捕した。このことにより、新旧両派の対立は一層強まった。この後の論争の中で、フランスのカルバン派はユグノーと呼ばれるようになった。アンボワーズ城で最も美しい広間と言われる、サンブの間で裁判が開かれ、 数多くのユグノーが公主刑に処せられた。処刑の対象となったのは1200名に及び、処刑が終了するまで1ヶ月を要したと言われる。処刑は公開され、ギーズ公は王族を含む全貴族に処刑への立ち会いを命じた。立ち会いを拒めばプロテスタントであると疑われ、粛清の対象になりかねなかった。遺体はアンボワーズ城の城壁。 祝いごとの際に旗やタペストリーをかける鉄のフック、開き窓のあるロワール川に面したバルコニーに吊るされた。あまりの残酷さに具合の悪くなるものや気絶するものが続出し、大法官フランソワ・オリビエはその場で池を引き取った。当時は処刑した遺体は腐って落ちてくるまでそのまま晒しておく、寒冷になっていたので、宮廷はひどい刺しのためにアンボワーズの町を 直ちに脱出したほどである。処刑に激怒したユグノーによるカトリック教会に対する最初の製造破壊が1560年にルーアンとラ・ロシェルで発生し、翌年には20の都市に広がった。カトリック側もこの行動に行き通り、カトリック都市住民による流血の報復がサンス、カオール、カルカソンヌ、トゥールその他で生じるなど、対立は実力行使を伴った。 王太后カトリーヌ・ド・メデシスは、フォンテーヌ・ブロー諮問会議を招集して、カトリックとプロテスタントの融和を図ったが、ギーズ家は異端絶滅を計画していた。1563年3月12日、カトリーヌ・ド・メデシスは、王と自分を誘拐する陰謀に関わったとされた、コンデコ・ルイとの間で、アンボワーズの休戦協定に署名したが、うまくいかなかった。アンボワーズの直令は、 プロテスタントに対し、町の城壁の外なら、領主と裁判官の境界においてのみ信仰を認めるというものであり、新旧領派ともこの妥協に満足できず、この直令が尊重されることはあまりなかったからである。この事件は、16世紀後半のフランスで30年に渡って繰り広げられた宗教戦争、ユグノー戦争の序章となった。ありがとうございます。